明日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。今回は秋田県内で行われている事業承継について、実際に事業承継を行った会社の代表深澤勲さんにお話を聞きましたよ。深澤さんの会社では主に消防設備の点検や工事を行っているんだけど、去年電気工事を行う会社の事業を受け継いだんですって。北秋田市にあります斉藤電気工業という会社を後継者が不在ということでご紹介いただきました。いろんなものにセンサーとかというものがついてる、車でもカメラとか、そういう技術可能性を持ってる会社だったんです。我々の持ってる技術をうまく融合させることによって、もっと全国に売り込んでいく商品の開発ができるんじゃないかなというところから、すでにある技術を新たな視点で見ることで可能性は広がるんだすな。会社を託した側は事業承継をどう思ってるんだすべ。私2代目なんですが、私の親父がやってきたこの電気の仕事をなくしたくないっていうのも当然ありますし、私の代の次の代にもこうつないでこの地域でやっていければ、地域冷えさせない、元気にする、大きなプラスかなとは思いますね。バリトンさん、国の事業承継引き継ぎ支援センターでは、事業承継に悩む中小企業に対し、専門家による無料相談を実施しています。意向に沿った最適な選択肢を一緒に考え、サポートするほか、マッチングも行っています。県でも県外在住者へのマッチング旅費支援などを行っているんですよ。技術を秋田の中からなくしてしまうこと自体が大きな課題だと思って、私の役目としては少しでもいい形に膨らましていく、そこが斉藤さんとの約束だと思ってるんで、協力しながら日本の中でも戦える、そういうところを目指していきたいなと思ってます。事業承継は事業を受け継ぐだけでなく、大切な思いをつなぐ手段でもあるんだすな。夜間のお子さんの怪我や急病によりどうすればいいか分からず困ったときは、子ども救急電話相談室に相談してください。看護師が対応の仕方などをアドバイスします。電話番号はシャープ8000です。秋田県南地域の7つの小正月行事を対象としたスタンプラリーを開催します。会場を巡りスタンプを2つ以上集めて応募すると、抽選で24人に県南地域の特産品が当たります。秋田ビジョンネクストスピンオフも見てけれな。